未来に笑顔。ゆうと、みんなを笑顔に。笑顔だ、ゆうや。一つにした。父さんが磨き上げたアクションデュエルにはその力がある。みんなを夢中にし笑顔にさせる力が。あれは父さんの言葉だ。ああ、瑠璃が伝えてくれた言葉だ。ユウト、つけ歩いていた。カイト様、すみません、報告書は。お前のデュエルは爪が甘い。カイト様、まったくカイト様ったら二言目には。お前が俺とデュエル？よせよせ、お前じゃ俺の海デッキにはかなわんぜよ。ちょっと相談があるんですけどね。ほう、やるの。なら一丁、お前もデュエルでショーに協力するってのはどうじゃ。フィールドカモン、海。
俺はフライングフィッシュを召喚。俺は捨てカードを1枚セットし、ターン終了じゃ。久方ぶりじゃのう。デュエルを捨てるというのか。僕とうとうここまで来ました。来い、ドロー。森の狼を攻撃表示で召喚。くそ、どこに放ってんだか知らねえが、今度こそぶっ潰してやる。はじめに言っておく、私のライディングデュエルでの検挙率は 100%。 お前のようなネズミに負けるわけがない。くそ、あの野郎。先行は俺だ。手札よりサーチストライカーを攻撃表示で召喚。俺はカードを1枚捨てて、ターンエンドだ。条件はレベル2以下のトリックスター1体。私は
トリックスターモンスターが戦闘効果でダメージを与えた時、フィールド魔法トリックスターライトステージの効果で200ダメージを与える。ブルムをリンク召喚した時、相手はカードを1枚ドローする。ポン、マンジュシカの効果で相手の手札にカードが1枚加わるごとに200ダメージを与える。ライトステージの効果でさらに200ダメージ。もう1体リンク召喚よ。召喚条件はトリックスター2体現れて、リンク2トリックスターブラッキーマリン。リンク召喚が成功した時、ホーリーエンジェルトリックスターライトステージの効果、手札のトリックスター1枚を墓地へ送り、ブラッティーマリーの効果発動。お互いにデッキからカードを1枚ドロー。答えて、私のデッキ。よし、私は墓地にあるトラップカードトリックスターリンカーネーションを除外し効果発動。戻ってきて、マンジュシカ。この瞬間、ホーリーエンジェルの効果、トリックスターライトステージの効果で200ダメージを与える。私はカードを伏せてターンエンド。さあ、あなたの番よ。トリックスターの魅力、もっともっと教えてあげるわ。俺のターン。マンジュシカの効果で相手の手札にカードが1枚加わるごとに200ダメージを与える。この瞬間、ライトステージの効果で200ダメージ。トリックスターホーリーエンジェルの効果発動。トリックスターモンスターの効果で相手にダメージを与えた時、ダメージの数値分自身の攻撃力をアップ。ホーリーブレッシング。これは手札から簡単なラギットグローブを召喚。自分フィールドレベル3のファントムナイツが存在するとき、手札はファントムナイツサイレントブーツ特殊召喚できる。俺はレベル3のファントムナイツラギットグローブサイレントブーツで。お前に戦場に倒れし騎士たちの魂を、今こそ蘇り闇を切り裂く光となれ。エクシーズ召喚、現れろランク3ファントムナイツブレイクソード。ラギットグローブをエクシーズ素材にしたモンスターは召喚したターンの終わりまで攻撃力を1点アップする。バトルだ。俺はブレイクソードで攻撃。俺はカードを2枚伏せターンエンド。決着がつく前に本当の話を聞かせてほしいの。何があったのか、今何が起きているのか、あなたが何のために戦っているのか、それが分かれば前に進めるようになるかもしれない。教えて。デュエルが好きだからなんて言わないわよね。そうだ。だがそれは決して戦いのための道具ではなかった。俺たちのデュエルはみんなが笑顔で楽しむためのもの。そう、あの日アカデミアが襲いかかってきた。その日までは。こんなの間違ってる。デュエルは争いの道具じゃない。デュエルはみんなに、この子たちの未来に笑顔をもたらすもの。人間はそれを侵略と呼ぶわ。奴らはアカデミアの連中は侵略者だ。エクシーズ次元を蹂躙し、仲間の親友の妹を連れ去った。奴らは人間を次々とカードに変えていった。現実に俺の目の前で何人もの人たちがカードにされていった。わかるか、この思いが。
同じ思いよ。あなたも私と同じだったの。あなたもずっと一人だった。ああ、愛を満たされていれば前向きなエネルギーを生み出すけれど、満たされなければ憎しみに変わり破壊的なエネルギーを生み出す。その憎しみがあなたの力の源。ユータの憎しみ。俺も最初そう思った。ユリアはエドとのデュエルの時俺に言った。やられたらやり返すじゃん。いつまでも争いは終わらないと。それはユリアの父榊勇将の信念でもあった。もちろん許せないこともある。それに目をつぶるには大きな心の痛みも伴う。俺はグリから笑顔を奪った奴が憎い。それでもなお勇気を持って許すことで未来を開こうとした。誰もが笑顔になれる平和な未来を作るために。俺はもう誰も傷つけたくない。あっ、私のターン。ドロー。せっかくだからこの船で一番でかいステージを真似たよ。お前にデュエルを申し込む。デュエルで勝負だ。行くであります。なら次行こうか。先行はオイラであります。オイラはフィールド魔法ロボパークを発動。そしてオイラはスーパーディフェンスロボライオンを召喚。さらにビルド魔法ロボパークの効果発動。1ターンに1度敵だからスーパーディフェンスロボと名のクモンスターを特殊召喚できる。エレゾイ。おお、スーパーディフェンスロボエレゾイ。オイラはレベル8のロボライオとロボエレファンをオーバーレイ。エクシーズ召喚。恋の光となりてオイラに宿れ。瓦礫の化身ここに降臨。現れろダークターアイズパッパドラゴン。まさか。ああ、土下座の用意はできてるでありますか。ここでオイラはターンエンドだ。いいぜ、俺のターン。ドロー。イグニスターアイランド発動。手札のレベル4以下のアットイグニスター1体を特殊召喚する。現れろ光。そして土曜アットイグニスターを通常召喚。さらに俺は2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。来いランク4ライトドラゴン、アットイグニスター。そんな攻撃力で何ができる。ライトドラゴン、アットイグニスターの効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、自分フィールドのアットイグニスターモンスターの数まで相手のモンスターを破壊する。なんですと。行け、ライトドラゴン、アットイグニスター。はい、元気だったか、プレイメンバー。お前たちは手出しできねえ。そこで俺たちのデュエルを見て。頑張って、あなた。この声、オブミタン。オイラはこんなところで負けないであります。私のターン。ドロー。2体のブリザードリザードリリース。ダークチューナー、カタストローブをアドバンス処理。永続トラップリビングデッドの呼び声。私はブリザードリザード呼び戻す。残り1体のブリザードリザードにダークチューナーカタストローブを。ダークチューニング。見えざる闇よ、姿を現せ。ダークシンク、いでよ、凍結のフィッツジェラルド。
トロールのモンスター効果。このモンスターをシンクロ召喚の素材にしたとか、相手フィールド上のカード1枚を破壊する。氷結とフィッツジェラルドでダイレクトアタック。いけ、リザードストライク。地獄をさまよっているんだ。お前もその地獄に引きずり込んでやる。その息だぜ。そういうセリフは俺のデッキに勝ってから言うんだな。行くぜ、デュエル。まずは俺のターン。サイクロプスで攻撃。さあお前のターン。唯一神に対抗できるモンスターが眠ってるんだからよ。行くぜ、俺様の先行。ドロー。俺様は首なし騎士と資料伯爵を手札融合、資料公爵を召喚。相変わらず強い強い。俺様はカードを2枚伏せてターンを終了するぜ。海馬のデッキは誰にも真似できない。これは正真正銘俺のデッキ。見つけたぞ。何？いや、お天気がいいからね。僕は無敵無形よ。突然だけどデュエルしようよ。お娘だろうと邪魔する者は容赦せんぞ。僕の先行で僕はモケモケを攻撃表示で召喚するよ。わかんない。負けねえ。現れたのは私のターン。ドロー。私はランクアップマジックザ・セブンスワン発動。変幻性ナンバーズ107、ギャラクシーアイズタキオンドラゴン。あれおかしいな。なんでだろう。なんでまだやる気があるんだ。レオタキオン攻撃だ。アルティメットタキオンスパイラル。
すでに俺の仕掛けた網にかかったんじゃ。見せてやるぜ、必死の戦術シーステルス2をな。俺のターン、フライングフィッシュを生贄にして、俺の魂のカード、伝説のフィッシャーマン召喚。親父の魂はこのカードに乗り移っとる。俺はそう信じとるんじゃ。波の覚悟でこのカードを倒せると思うなよ。要塞クジラの誓い、冒険の発音したモンスターを生贄に捧げる。リデオ海の守護神、要塞クジラ駆除。行け要塞クジラ、伝説のフィッシャーマン。フェーズまでディスコードカウンターの効果によりモンスターの全ての召喚を行えない。俺はターンエンド、俺のターン。俺はジュッテナイトを召喚。行くぜ。ビリビリ来るぜ、シンクロ召喚。ゴヨガリア、ゴヨガリアの攻撃、ゴヨーラリアット。まだだ。ゴヨガリアは相手モンスターを破壊した時コントロールを奪うことができるのだ。夢は叶った、僕のターン。ドロー、鉄の騎士でダイレクトアタック。トラップガードオープン、聖なるバリア、ミラーファース。決着を焦るあまり相手の伏せカードを軽んじる。絶対に勝つ。僕は手札からマジックカード、シュトロームベルクの金の城を発動。金の城の効果発動。デッキからレベル4以下のモンスターを1体特殊召喚する。シンデレラを攻撃表示で召喚。特殊能力発動。デッキまたは手札からカボチャの馬車を守備表示で特殊召喚。さらに装備魔法ガラスの筒をシンデレラに装備することができる。おじゃあわしもか、ドロー来たか。よろしやげじゃ。手札からマジックカード融合を発動。手札の三剣士を融合せよ。入れよ、天の創造の術、究極融合剣士アルカナナイトジョーカー。勇気アルカナナイトジョーカー。ストロームベルクの金の城がある限り、お互いのターンで強制的に戦闘が行われる。そして相手モンスターが攻撃していた時、そのモンスターの攻撃力の半分を相手プレイヤーにダメージとして与え、モンスターを破壊する。僕のターン、ドロー。森の狼を攻撃表示で召喚。
鬼の狼をダイレクトアタック。あら、ルーナ、弟子の行く末を見守ってやれ。ダメな獅子も許してくれ。絶対に諦めないわ。トリックスターライトステージの効果でセットされた魔法トラップカードを1枚選び、そのカードは発動できず、バーンの終わりに発動するか墓地に送ることで。私は手札からトリックスターギャングナーを通常召喚。そしてプラティマリーのリーチ先にトリックスターが特殊召喚された時、ライフを200回復する。ギャングナーを召喚した時、デッキからトリックスターカードを1枚手札に加える。まだまだ勝負はここからよ。何？私と共に戦ってくれませんか、ミユちゃん。買われたのは私の方よ。両親を失ってから私の世界にはお兄様しかいなかった。私は心の扉を閉ざし、その奥底でうずくまっていた。でもミユちゃんは、あの屈託のない笑顔で、そんな私の心の扉を開いてくれた。私に謝るだなんて、私には感謝しかないのに。私も戦う、あなたと共に。私は強くなる。私を支えてくれたみんなのために。このカードを使うわ。魔法カードトリックスターフュージョンを発動。自分の手札フィールドから融合素材となるモンスターを墓地へ送り、融合召喚を行う。聞かせてあげるわ。トリックスターが奏でる音楽を、融合召喚。トリックスターバンドギタースウェイト。さらに墓地からトリックスターフュージョンを除外して、トリックスター一体を墓地から手札に加える。ただしこの効果で手札に加えたモンスターをこのターン召喚、特殊召喚はできない。バトルよ。ギタースウェイトで攻撃、ミシャスコーダー。ワンパッド、ルビートラップ。このカードはフィールドに捨てられた1枚の永続トラップと同じ効果を得る。永続トラップ、ファントムソード。ブレイクソードの攻撃力を800上げる。私のデッキの弱点はモンスターの攻撃力の弱さ。相手のライフを削り切る前に突破されるのは敗北のパターンだった。けれど、魔法カード発動、トリックスターブーケ。私はキャンディナーを手札に戻し、手札に戻したトリックスターの攻撃力分だけモンスターの攻撃力をアップさせる。ファントムソードを身代わりに破壊することでブレイクソードのバトルでの破壊を無効にする。でもダメージは受けてもらうわ。トラップカード、トリックスタースキャスター発動。トリックスターモンスターがバトルしたとき、モンスター一体を破壊しちゃいます。来るな。この瞬間ブレイクソードの効果発動。このモンスターがフィールドを離れたとき、その素材となったモンスターをレベル4として特殊召喚できる。ファントムナイツは倒れない。何度打ち倒されようと蘇る。これが俺たちレジスタンスの戦いだ。私はカードを1枚伏せてターンエンド。そしてトリックスターブーケの効果が終わり、リバースカードオープン。ファントムソード。あの時私は底知れぬ波の中で叫んだ。押し寄せる深い悲しみと恐怖と絶望に押しつぶされそうになりながら必死に叫んでた。俺の、俺はカードを1枚伏せて速攻魔法非常食を発動。自分フィールドのマジックトラップカードを墓地へ送り、1枚につき1000ポイントライフを回復する。俺はレベル4のマギットブローク、サイエントブーツでオーバーレイ。そこの闇よ、不動なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ。エクシーズ召喚、現れろ。ランク4、
ダークリベリオンエクシーズドラゴン。ダークリベリオン。ラギットグローブをエクシーズ素材にしたモンスターは召喚したターンの終わりまで攻撃力を10アップする。ダークリベリオンエクシーズドラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、このターンの終わりまでフィールドにいるレベル5以上相手モンスター1体の攻撃力を半分にし、その数値分ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。フリーズンディスチャージ。結構大胆なデュエルをするわね。決着ならついていく。お前は負けた。バトルだ。俺はダークリベリオンエクシーズドラゴンで攻撃。反逆のライトニングミストオブエイ。やられるなんてね。私は自分フィールドのトリックスターを手札に戻し、ドラッグカード、トリックスターカスケード発動。相手モンスター1体の攻撃を無効にする。私は絶対に負けない。俺はカードを2枚捨て、ターンエンド。私のターン、ストロー。まだまだ行くわ。手札からフィールド魔法トリックスターライトステージを発動。そしてその効果でデッキからトリックスター1体を手札に加える。自身の効果で特殊召喚出てきて、トリックスターリリーベル。トリックスターライトステージの効果でセットされた魔法トラップカードを1枚選び、そのカードは発動できず、ターンの終わりに発動するか墓地に送ることで、手札からトリックスターキャンディナを通常召喚。キャンディナを召喚したとき、デッキからトリックスターカードを1枚手札に加える。キャンディナを対象にマンジュシカの効果発動。自身を特殊召喚する。そしてから見せてあげるわ。私のターン。マジックカード融合を発動。手札のエトワールサイバーとブレードスケーターを融合してサイバーブレーダーを召喚。ターンエンド。やっぱり彼女はアカデミア仕込みも融合できるよね。施設の場所を知られる。やむを得ん。月影。あ
面白いじゃない。 PK デュール受けて立つわ。レイラ殿、今しばし耐えられよ。見せてもらうわよ、あなたの実力を。拙者また拙者はスケール1の黄昏の忍者上限とスケール10の黄昏の忍者下限でエンデュラムスケールをセッティング。エンデュラム召喚イデーモン、いざ黄昏の忍者シングス。いざシングスが場にいるとき、相手はこのカード以外の忍者を攻撃対象にできない。カード伏せてターンエンド。マジックカード2、おぼろ分身の術。手札よりレベル4以下の忍者1体特殊召喚する。拙者は黄昏の忍者新月を特殊召喚。黄昏の忍者新月をリリース。黄昏の住人日輪をアドバンス召喚。日輪でオイス。戦闘では破壊されない。バドビーサイバーブレイダーの特殊効果、相手のモンスターが1体の場合戦闘で破壊されないの。アスカ、暑い、走り回ったら暑いです。もう私の国と同じくらい暑い。お私は LDS アナトリア校のハリル、デュエルしてみたいです。私のターン、私はランプの魔性ラジンを召喚。私はカードを2枚伏せてターンエンド。私のターン、トロー、私は手札からトランプカード無限包容を発動。自分フィールドにカードが存在しないとき、相手モンスター1体の効果をターン終了時まで無効にする。でもトラップを発動できたから、私は手札からオルターガイストマルチフェイカーを特殊召喚できる。そしてマルチフェイカーの特殊召喚に成功したとき、デッキからオルターガイストメルシークを守備表示で特殊召喚する。さあ私の前に開きなさい。未知なる異世界につながるサーキット。私はマルチフェイカーとメルシークをリンクワーカーにセット。リンク召喚、現れよリンク2。オルターガイストヘクスティア。Yeah!
様の場にいるモンスターは貴様のターンが来るたびにライフを500ポイント減らすはず。その分削ってもらおうか。くだらないことはよく知ってやがるぜ。俺様は資料公爵を生贄にディアバウンドカーネルを召喚、さらに装備魔法資料の残像を手札から発動するぜ。この装備カードは装備したモンスターと同じ能力のドップラートークンを特殊召喚できる。お前は俺を恐れている。亡霊になって蘇ったこの俺をな。だからこんな簡単なミスを犯すのさ。そいつはどうだ。行け、ドップラーディアバウンド。なんだと。どうしたブルーアイ。ドップラーディアバウンドにも特殊能力があるのよ。それはモンスターに憑依し、ドップラーディアバウンドの攻撃力の分だけ取り付いたモンスターの攻撃力を下げる。これでてめえのモンスターの攻撃力はたったの100だぜ。くっ、やられ、瀬戸。どうした？てめえのターンだぜ。一緒に行こうぜ、地獄にな。俺のターンだぜ、ドロー。続いてヘルセキュリティを召喚。シンクロ召喚。入れよヘルツインコップ、ジョー&キック。バトルだ、行け。ボヨーラリアット。相手モンスターを破壊した時コントロールを奪うことができるのだ。ジョー&キックに攻撃。だが俺にダメージはない。ジョー&キックは泣く子も黙る双子の野獣でか。甘くはねえぜ。ジョー&キックが相手モンスターの破壊に成功した場合、もう一度攻撃ができる。しかもこの時攻撃力は800ポイントアップする。ダイレクトアタックだ。カードを1枚伏せてターンエンド。俺は勝つ。勝ってもう一度トップスにデュエル小さに返り咲き。俺のターン。相手フィールドにシンクロモンスターがいるとき、その1体の攻撃力を500ポイント下げることで、さすまたガードラーを守備表示で特殊召喚できる。何？手札よりトラップアートを召喚。私はレベル3のさすまたガードラーにトラップアートを注入。地獄の果てまで追い詰めよ。ビオ、セールンダル魂、シンクロ召喚、入れよ、レベル5、模様チェイサー、マジックカード、死者蘇生、発動、よみがえる、ヘルセキュリティを、荒ぶる獣の牙もと捕獲せよ、シンクロ召喚、レベル6、模様プレデター、トラップ発動、ロストスターディセント。このカードの効果により自分墓地のシンクロモンスター1体を選択し守備表示で特殊召喚する。再び入れよ、御用注射。召喚。あなたから賜われしこのカードで必ずや勝利を届けてみせます。マジックカード融合発動。何？融合召喚。入れよ、総合なる捕獲者の決闘を受け継ぎし者、模様エンペラー。行くぞ、模様エンペラーで攻撃。模様エンペラーの効果発動。このカードのバトルによる相手モンスターの破壊を無効にする。ただし破壊を無効にしたモンスターのコントロールを得る。何？模様エンペラーに囚われた模様エンペラーと同じ効果が使える。これで連続検挙記録更新、昇進確定だ。攻撃。やりやがったな。その通り、終わりだ。術
言ってないと思う攻撃。まずい。この瞬間トラップカードデスペナルティを発動。モンスターが戦闘で破壊された時、その攻撃力の半分のダメージを与え、さらに攻撃したモンスターを問答無用で破壊する。バカな。俺のターン。俺のウラリアット。ったく、卒研デュエルをなめんなよ。ドロー。これは僕たちの絆は途切れやしない。黒竜の雛を召喚。そして黒竜の雛はレッドアイズへと成長する。僕の狙いはこれだ。マジックカード黒炎弾。レッドアイズの元々の攻撃力分のダメージを相手プレイヤーに与える。エイゾクトラップ。キューマのランプ発動です。相手のマジックカード1枚の発動を無効にして自分の手札に加えます。僕はカードを1枚伏せてターンエンドだ。私のターン。ドロー。私は融合を発動します。ランプのマゼラジンとレッドランプを融合。融合召喚。キープクールサイランプの遠征。このモンスターはファイヤージーンの効果です。このカードを特殊召喚したとき、相手プレイヤーに直接ダメージを与えるです。さらにレッドデビルのペンデュラム効果で自分フィールドの炎属性モンスターの攻撃力は300ポイントアップします。バロンです。ファイヤージーンで攻撃。トラップカード発動。バーストブレス。レッドアイズを生贄に捧げ、その攻撃力以下の守備力を持つモンスターを全て破壊する。すまない、レッドアイズ。マジックカード、思い出のブランコ発動。墓地に存在する通常モンスター1体を特殊召喚できる。そのカードを僕は呼び出そう。いでよ、レッドアイズブラックドラゴン。美しいデュエル、勉強になります。いけ、レッドアイズダークメガフレア。融合。兄さん、オモ兄さん、見ていてください。オイラのターン。ドロー。オイラはマジックカード耐震回収を発動。自分の墓地から2体の機械特モンスターを除外することで墓地から蘇れ。ガラクタアイゼンバッドドラゴン。さらにオイラはスーパーディフェンスロボの攻撃を召喚。ロボパークの効果を再び発動。スーパーディフェンスロボモンキをもう一体特殊召喚する。衝撃。スーパーディフェンスロボモンキはその効果によってガラクタアイズのオーバーレイユニットになれる。何、どういうこと。ここからが本当の勝負であります。ガラクタアイズの効果発動。このモンスターが墓地から特殊召喚されているとき、オーバーレイユニットを一つ使い攻撃力を1ポイントアップさせる。ガラクタアイズ攻撃であります。憧れのガラクタアパッドドリーム。どうやら俺のデータが揃ってるってのはハッタリじゃなさそうだな。真の力を発揮するのであります。オイラはこれでターンエンドだ。俺のターン。ドロー。イグニスターアイランドの効果発動。来い、ウルルアップイグニスター。俺は手札から速攻魔法アイドリングボーンを発動。召喚されたドリオンの効果発動。墓地のアップイグニスター1体を手札に加える。来い、光アップイグニスター。
れる闇を導くサーキット、安寧開闢、世界に散らばりし闇夜の英知、踊れ前へ、狂乱怒涛にて我が手に集い覇気覚醒の力となり、やばいぞ鬼、限界突破、リンク召喚、現れろリンクさん、アークナイト、マッドイグニッター、トポロジーなネイビーを使わなかったことだぜ。本当にいるのか知らんけど。あなた、ありがとう。おい、そんな。俺のデッキにはブルーアイズホワイトドラゴンは全部で3枚入っている。無駄だぜ。トラップカード治療の盾、何、悪魔族かアンデッド族モンスター1体を取り除き、モンスターの攻撃を無効にする。しかもその効果は俺様の墓地にコストとなるモンスターがいる限り続く。これで俺様の身はしばらく安全ってわけだ。ふん、バカな真似、ただの時間稼ぎじゃないか。行け、ディアバウンドカーネル、デスパイラル。俺は死んだって言ってるのに。この方が楽ちんでいいぜ。残りのブルーアイズはデッキの中。奇跡なんて二度は起きない。もう一度ブルーアイズを引けば俺様の勝ちは決まりだ。やったー、ブルーアイズホワイトドラゴン。気持ちいいぜ。新たなブルーアイズを召喚しやがったから、滅びのバーストストリーム。ダメダメ、俺様は何でもお見通しだぜ。さあどうするのかな。俺様は手札からマジックカード強欲な壺を発動。このカードの効果で手札2枚を補充。さらにこのマジックカードを発動するぜ。な、何？行け。ちょっとザンマ、こんなのありかよ。俺様にはまだやるべきことが残されている。究極の闇のゲームに勝つための下準備やな。拙者のターン。手札よりマジックカード発動。撤回入口かけ合わせの術。このカードを墓地に送る。その調子だ月影。今は大会期間中だ。騒ぎを大きくするな。御意。ファイル。ペンデュラム召喚。入れろ。黄昏の住人一。ファイル。黄昏の忍者少年。ゲスガ。バトルだ。ゲスガで攻撃。この瞬間、セフラのグンピエリの効果発動。自身を特殊召喚し。攻撃を無効にする。そしてカード1枚の効果を無効
て攻撃。加減のペンデラム効果発動。拙者の忍者モンスターが攻撃するとき、その攻撃力は500ポイントアップする。やるじゃない。兄者光は命を落として任務を全うし散っていった。お主のことに比べれば大したことではない。エマ、もし剣吾が助けを必要としていたら力になってやってくれ。お父さん、私のターン。ウォルターガイスト集結を召喚。トラップ発動。ウォルターガイストカモフラージュ。シルキタスにこのカードを装備する。シルキタスはこのカード以外の自分フィールドのウォルターガイスト1枚と相手フィールドのカード1枚を手札に戻す効果がある。トラップカード、ウォルターガイストマテリアリゼーションを発動。墓地の手札を特殊召喚。私の前に開きなさい。未知なる異世界につながるサッカー召喚状況は、ウォルターガイストモンスター2体以上。殺戮の女神、悪夢の土より剣玄戦リンク召喚。リンク4、ウォルターガイストメモリーガンパン。ずいぶんと心配してるじゃない。メモリーガンプで攻撃。エターナルナイトメア。これは兄さんと私を結ぶ絆。このカード、あなたを倒す。メモリーガンプの効果発動。戦闘でモンスターを破壊したとき、相手のモンスター1体を破壊する。メモリーガンとは、効果でモンスターを破壊できた時もう一度攻撃ができるの。行け、メモリーガンと。エターナルナイトメア。ブラッドシェパードは帰っちゃったわ。ブルーガールは一緒じゃないのか。私もここよ。急に黙り込んじゃって。聞きたいことがある。ええ、分かってる。葵、これまでの戦いで気づかされたわ。人に期待されて戦える人はみんなのために戦っているのと同じって。人間の本質というのはそうは変われません。私もアクアやお兄様と戦えと言われたらとても辛い。あなたの気持ちを思うと私も辛い。本当は世の中に大勢の人たちがいて、みんながつながっている。私はみんなに助けられていたのに。だから今度はみんなを助けたい。私はもっと強くなる。だから決めたの。今自分ができることを全力でする。一人前になったわね。だから今度の戦いは私たちに任せて。やりたければやれ。もはやこのデュエル自体は意味をなさなくなってしまった。その言葉大っ嫌いなんだけど。私もアクアを守れなかった。私もあなたとは戦いたくない。でもアクア、プレイメーカー、お兄様は私が守る。お前いけませんか。仲間のために強くなろうとした君は、変わろうとした君は間違ってない。君はルリによく似ている。俺も戦い続ける。ルリと仲間たちと俺たちの未来を救うために。生きていたらまた会いましょう。それは心配ない。俺もターン。行くぞ。
ベリオンエクシーズドラゴンを素材にランクが一つ高いモンスターをエクシーズ召喚する。メディカルデスキニアデッキ、なかなかいいデッキだ。これ自分で考えたの？そうよ、大空を自由にさえずり飛び回る鳥たちみたいな明るく楽しいデュエルがしたいの。天国の底より今が沈まるに魂に捧げる反逆の歌、永遠に響かせ現れよ。ランクアップ、エクシーズ戦士、見てよランク5ダークレッグエクシーズドラゴン来たわね。でもビーバリリスの効果でダメージを受けてもらうわ。効果ダメージを与えたことでギタースピードの効果、トリックスターによる効果ダメージ分だけ自身をパワーアップする。ダークレクイエムエクシーズドラゴンのモンスター効果、1ターンに1度オーバーレイユニットを1つ使い、エンドフェイスまでレベル5以上のモンスターの攻撃力をゼロにして下がった数値分、ダークレクイエムエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。レクイエムサルベーション。たった1枚のカードで状況が一変した。バトルだ。これはダークレクイエムエクシーズドラゴンで攻撃。新婚のディザスターディスオベイ、諦めるな。私は絶対に諦めない。これが私の戦闘モード、ブルーメイデンよ。ブルーメイデン、何？私は手札からガーゲンジェルの効果を発動。ギタースピードを墓地に送ることで相手モンスターの攻撃を別のモンスターに移し替える。この時移し替えたモンスターの攻撃力はリリースしたモンスターの攻撃力分アップする。俺はカードを1枚捨ててターンエンドだ。私もあなたとは戦いたくない。でもそうだ、私のターン、ドロー。手札からフィールド魔法トリックスターライブステージを発動。リリーベルを手札に戻す。さらにリリーベルの効果、ドロー以外の方法で手札に戻った時自身を特殊召喚。私は手札からトリックスターキャンディナを通常召喚。キャンディナを召喚した時デッキからトリックスターカードを1枚手札に加える。輝く、愛、絆のサーキット。召喚条件はトリックスター2体。現れて、ビンクにトリックスタースイートデビル。さらにトラップ発動、トリックスターカールマリー。墓地のトリックスターを手札に戻すことでもう一度通常召喚できる。デッキからトリックスターカードを1枚手札に加える。輝け、友情と絆のサーキット。召喚条件はトリックスター2体以上。現れてリンクさん、トリックスターデビルフィニウム。ライブステージのさらなる効果を発動。1ターンに1度トリックスターのリンク先にトリックスタートークン1体を守備表示で特殊召喚。そしてさらにもう一度、輝け、愛と絆のサーキット。召喚条件はトリックスター2体以上。サーキットコンバイン、現れてミンクやトリックスターベラマゴーダー。切り札は最後の最後に使うものよ。ベラマドンナの効果発動。1ターンに1度リンク先にモンスターがいないとき自
分の墓地のトリックスターモンスター1種類につき200のダメージを相手に与える。なんだぞ。墓地にあるのは行きなさい、ベラマドンナ。相手が効果ダメージを受けたとき、ドリックスターナルキッスを召喚。さあ、行くわよ。ファイナルバトル、ドリックスターベラマドンナで攻撃。ルリ、手札からドリックスターキャロベイの効果発動。このカードを墓地へ送ることで、バトルするドリックスターの攻撃力を終了時まで元々の攻撃力分アップする。シャイニングエスポール。ユウト。デュエルをしてたような夢でも見ていたのか。ユウト、お前はあれほどの怒りや憎しみを抱え込んでいたなら、俺に言ってくれた。デュエルで笑顔をって。その思い、俺は受け継ぐ。きっと優しさ。